暑がりではない。暑いのは大丈夫、俺クーラーなしでも、俺今年もクーラーつけた1回だよ。これが信じられない。震度は大丈夫、暑いのは大丈夫だよ。俺暑いのあかんの。これの15日とか18日とか無限がやるんだよ。マッチ全部脱いで T シャツみたいな、この下の今これやね、これ一番でやってた仕事で、みんな、みんな風邪ひくぞ。いいよ、ちょうどいいな。で、我慢できん、もう暑いし我慢できんしね。そんな、あの暑いの着て汗かいてる方風邪ひく。そうやったな、俺も脱ぐもん。俺だけやシャツ一枚でやってる。シャツのこれ下着や、これ下着や、こんなだいたいこれ下着でやっても俺だけやもん。みんなも長い、やっぱりじっとしてたら寒い。あ、動いてるし、あ、動いてるし、やつさすがに冬はあの扇風機のやつやってんの。雨やっとるやつは俺見たことあらへん。冬なんかサトが細いズボンが流行ってんのな。シュッと細いやつないかな。あ、裾やったな、裾が細い、こうやったんやろ。あ、うん、そうやった。あ、かっこいいなーって見てんの。あ、かっこいいよ、かっこいいなと思う。昔の日課ポッカみたいなのええんで、ダバーっとした。あ、大工でか、いや、何でしょう、職人で、職人であるとか。うん、おらんやな、あんまり日課ポッカ見えへんのか。おるけど、おせるの。まあ、あれはあれで、あれがええデザインやって聞いたことがあって、一家っぽくかな、動きやすい、動きやすいな。あの、しゃがんの時かな、これ、まつまらへんの。ああ、これで邪魔なの時はあんねん、な、止まってな。うん、せやもう、ズボン入ってへんの、状態仕事できる。ああ、その代わり足元見えへんの。ああ、でかいし。うん、どっちがええのかな。でも、ネッカポッカー、ネッカポッカー、吐き出したらやめられへんけど、そう、楽や、仕事が。あれ、暴走族の兄ちゃん履いてるネッカポッカーじゃん。そうやパーなんて、シュッとなってるやつ、ネッカポッカー、かっこええやんね。いや、どがなら面白いじゃんか。ああいう職業のやつが多いんだよ。ああ、ぼやぼやニッカポッカー見えへんな。俺、1本買ったら覚えてんねん。で、1回会社に入ってんのかな。どこに買ったの。魚屋の海。まあ、兄ちゃんいかずやそれっきり履いていくんやるの。なんでそんな履いていくんの言われへんの。なんかかっこええな思ってて。かっこええやん、なんか。よりかっこええと思うの、ほんま。なんで俺見慣れてもあんの。ほんま、現場におったら。これあれは意味あるんだな。確かに、うん、動きやすい、動きやすい。その代わり危ないけど、俺も一時3日ポッカーで仕事しとったよ、大丈夫だ、楽やん、しゃがむ仕事。あ、その代わりここら辺見えへんから脚立取り引っかかったりな。あー、ダボダボしてるもんな。あ、危ないよ、これさ。でもやめたな、これあかんわ。無限ちゃうよ、無限か、さあ、全部冷凍する。ゴミいい感じだったわ。週間は料理せんでいいかな。ご飯だけやと。あと暑い。ちょうどええ炭の量やったな。もう、ま、お前もう終わりや。これこんな感じになってんのもかかるの。それ。もう俺いけんな。こうないな、さすが。これはもう全然赤いの。パラパラになる。パラパラになる。唐揚げも
やつって言ったら分かんないけど、なんかこう、やらないやつとか他の人に言えばあかんわ。餅ぐらい手がけたよね。餅やない、やない、もう焼くもんは、ね、これもいらん、これも食べたやん。焼きそうだな。長いよ。湯ぐらい触るな。いや、ちょっと足りんかもな。上に置いといて。湯な、ちょっと足りんじゃんな。おでんぐらいでできるんじゃ。おでんもいや、ぬるぬるのできるやろ。なんか残ってたらなんか焼きたいような感じがするな。パンぐらい置いといてもらっていいね。これパンこれ上に焼いたらうまいで。うまいよ、これうまいよ。うちオーブンないしやな。これさ、パンは生で食うねん、いつも。ほんまチンした方がうまいと思うで。なんでもそれオーブンした方がうまいと思うね、うん、あのバター、バターがこう塗った時しみる、ものすごいしみる、溶けてうわーってしみていきよ。俺の最初、フライパンでパン焼いたらうまいんちゃうかなと思って。うまいよな、小麦粉がピャーって焼いたら。やっぱりなあ、まず多く買わんでいいやん、フライパンあったら。でこれ焼き加減難しいと思うよ。こうが、ちょっとああいうキツネ色にで焼くっていうのは難しいと思うよ。難しい、目離せへんよ。ああ俺オーブンやから目離しとったら勝手に焼いとんの。ああ、見えてしな。それでもかまへん、それでええじゃん。それでもかまへん、バンで、うん、それでピザが入れるかな。え、あ、ピザ、ピザ甘いことできたよ。そうか、うん、それでええちゃうで、うん、え、ピザは正解やな。ほんま、うん、よかった、よかった。こいつおげなっとったんですよ。終わりやな、もうあと1ヶ月や。今年はこの引き受けたら年明けまでかかる感じだよな。かかるやな、絶対かかるよ。年明けにかんなもん、2月頃もどうなの。前のモデルルームで3ヶ月なんか言ってたよ。3ヶ月ぐらいかかった。モデルルーム、モデルルームの仕事別に納期 ないから、いつまで仕上げなあかんっていうことがない。いつだろ、モデルハウスとか。おお、ああ、半年ぐらい、半年ぐらい。かかりもかかった。いや、あれも、ちょっと似たような仕事もあるし、うん、いや、選ぶ状態なんだけど、今。うん。私、一番ええのを選んでるんだ。もう、やらなかったらええんだよ。生き抜きたいなと思ってるっていう。うん、一番仕事してもいいねんか。よりその何か仕事なんてもね、滋賀県の日比谷公園の変動を見てもそんなにじゃないのと思う。近江住宅か。じゃあ違うところの仕事、うん、ちょっと遠いな、だいぶ遠いな。こっからでも1時間半ぐらいかかっちゃう。かかるな。俺のところだともっとかかるな。富士川ラインやったら、富士川ラインは一応1時間15分ぐらいですか。1時間半かかるわな。こっからの方がかかるわ。山品まで行くのに時間かかるか。なぁ、うん、コンコンでじゃないやん。せやで、うちのあんな奥からんの。でも、瀬田でゴミ掘るだろ。ゴミ掘るよ、うん、
あそこ裏道ない感じや。ないな。行けんの？せん。上通って。てか、9号線行ってたもん。はい。あ、そう。ほんま。俺は。せか、9号線、あ、バイバイ止まるのにな。あそこの裏道ガーッと山下の方走って、山下の方から行った方が早い。ほんま。捨てたのはあこら辺でこむことない。あ、そうやな。おう。で、そっから、バイパス乗れるやん。うん、その方が早い。あほでこむもん。バイパスただやもんな。俺、捨てたの手前ぐらいまで早いで、そら。うん、荒井関の変なのが早い。あの川沿いやもんな。宇治田原抜けてわーって走ったのな。すぐ真後まで行けした。そっから橋から橋